こんにちは、マスターピストの中瀬です。前回に引き続き今回はカメラと自転車の共通点についてちょっと深掘りしたいと思います。カメラも自転車もいろいろ種類がだんだん増えてきて、あれですよね、デジカメ、デジタルカメラっていうのがもう僕らが仕事やってた頃に比べるともう格段に進歩して、スマホもそうですけど、本当フラッグシップのカメラメーカーのデジカメも下手するとシャッターを押すだけで撮れてしまう。でそれがどういう機能をカメラが処理してくれてるかっていうのが、もう分かんなくなって。この間キヤノンの展示会一緒に中さんと行きましたよね。なんかすごかったですね。人の検知機能、AI がもうカメラの中に入ってるってすごいびっくりでした。まあ、確かにね、すごく便利になってはきたんですけど、まあそれで最近ピストンのリストが増えてるイコールフィルムカメラがね、結構増えてきてるんですよ。フィルム。そう、なんせコダックがね、復活してかなりのいろんな種類のフィルム出してきてるんで、それはめっちゃ意外です。面白いところで、まあ自転車に置き換えれば、この最新のデジカメ、もしくは、スマホ。っていうのはロードとか、電動自転車のようなものですよね。どんどん進化して人間が便利になって、考えなくてもこっちが全部考えてくれて取れるっていうのがすごく便利だけれど、うちのキャッチフレーズ「対価は進化」じゃないけれど、ね、自転車とかこういう、ね、電子部品に頼む。任せっきりでその辺がちょっと便利だけれどもつまらないっていうところもなきにしもあらずで、そのフィルムが復活して、昔のこういうフィルムカメラも今だからフィルムカメラ作ってるメーカーライカ以外ないんじゃないかな。でライカはもうほとんどデジカメになってきて、ここに来てフィルムが復活したってのはちょっとね、やっぱり時代の流れがそっち来てんのかなって、一般向けではないんですけれど、そういうこともあって、例えばこれ僕と同い年、もう64歳のカメラ、で片やこれは去年買った最新のなんかいつもその操作の画面見ながらどこだどこだって探してますよね。正直言ってライカだともう操作、何にも考えないで勝手に手が動いてくれる。ところがこれマニュアル見ながら「何ページだ」みたいなところがあって。ね、正直言って便利なのかなんかよく分かんなくなってきてる。中瀬さんはフィルムカメラにすごく昔ね、仕事で使って熟知してたから、っていうところでもう本当ピストンに乗るのと同じように、勝手に手が動いてくるっていうところがこれかなりね、ピストンに近い機械、でやっぱこうね、何も取らないでこうやっていじってるだけでもね、この感触が楽しい。もうだからピストル乗ってる時、夜中、無音っていうのとねすごく近い、気持ちがいい。別にほら性能良くないし速くはないけれど、ピストルってそうで別にスピード出なくても、夜中静かなところ無音っていうのがね、すごく似ていう点で、音っていうのは面白い切り口ですよね。現代のね、すごい高性能なデジタルカメラの電子制御されたシャッター音と、今中井さんが持ってるライカみたいなものすっごい古いデジカメの電子で動いてない音、だから今いわゆるこのデジカメって、シャッター音ないのね本当は。ああ、そうなんだ。でそれだと撮った時のメリハリがないんで、この機械が音出してるんで、わざと。そうだからね、やっぱりそういう感触っていうのがすごく重要で、こういうのを撮れば一応音は出る。でもこれがそっかそっか、電子音で、メーカーによってはその音がいろいろあって、好き嫌いもあるんですけど、不思議ですよね。電子音なくてもカメラは撮れてるけど、人間が撮った感を持つがために電子音をあえて出してるっていうことですよね。そこは人間寄りというか、だからオンオフでシャッター音なしにもできるっていうところも、まあね、僕らからそれは大きなお世話って気はするんだけど、やっぱりね、撮る側も捉える側もそのシャッター音っていうのはメリハリとしてね、捉える側も撮られてるのかなんかわかんないし、撮ってる側も映ってるのかどうかわかんないっていうところもあるんで、やっぱりその切った瞬間にカチャっていう音がね欲しいし、でその時の感触の良し悪し、やっぱりギア踏んだ時に、その伝わる感っていうのが、無音なんだけれど機械の感触っていうのが足に伝わってくる。あ、なるほど。それはピストとの共通点かもしれないですね。すごくね、この電池を使わないマニュアルカメラっていうのはね、すごく近い部分があって、確かにデジカメも自分の手で自分の操作で考えてこう撮るっていう意思はカメラに伝えられるけど、フィルムカメラはその意思プラス機械が自分に返してくれる感はなんかビストとの共通点っていうのは理解できるかも。っていうところで、正直言って撮った写真っていうのは成功率は、はるかにデジカメの方が高い。そりゃそうもうね、フィルムでワンロールなんかシチュエーション撮っていや当たってた1枚あって大喜びするとかっていうところでね、無駄が多い。でもやっぱり自分が予想した以上の写真が撮れる確率も高い、発見できることもあるんだ、っていうところで、現像してみないわからないっていう賭けみたいなところもあるけれど、そういう見た時の楽しみっていうのもフィルムにはすごくあるんで、確かにデジカメはめちゃくちゃ便利ですよね。こういうのが撮りたいって思って考えてデジタルで操作して、で撮ってちょっと違ったなと思ったら補正かけて思い通りに修正ができるけど、フィルムカメラって修正できないですもんね、現像っていうね。だからやっぱりフィルムカメラの面白さって、正直言うけど失敗の方が多い。失敗が面白い。そう、面白いっていうんじゃなくて自分のミス操作を的確に言ってくれるから、あ、今度こうしなきゃっていうのがね、やっぱりすごくよく見える。いや、私はデジカメ世代なのでフィルムカメラは映るんですぐらいしかあれもフィルムカメラしかいじったことないけど、自分が今フィルムカメラで撮れって言われたらもう怖いしかないですね。どんなのが撮れるか分かんない。でもそれはあえて言い換えたら冒険っていう、そのどんなものが上がってくるか逆に楽しみぐらいに、思えっていうことなのかもしれないですね。っていうところで趣味として、自転車乗ったり写真撮ったりするのは、うん、ピストとこういう古いフィルムカメラ最高ですありがとうございました。はい、で次の機会に、まあ、ピストとそういう電動とかロードの住み分けじゃなくて、うん、まあ全般的にカメラと、うん自転車のカスタム、うん、カスタムカメラもカスタム、まあ中さんの中それすっげえゴリゴリして見たことないカメラそうっていうねいろいろねこれが付け替えられるとかいうのがね、うん、いろいろ奥が深くって、うん、その辺のカメラと自転車のカスタムっていうのを次のテーマにしたいと思います、はい、次回はちゃんとピストメインの動画に戻ります。わかりましたよろしくお願いします。はい、お疲れ様です。最後まで見てくれてありがとう。気に入ってくれたらチャンネル登録お願いします。